3分でわからん第20装甲師団解説ハッチもあるよ。第20装甲師団は40年10月15日に第19歩兵師団の一部から編成された。41年5月に編成が終わったが、現役師団の装備ですら足りないんだから新設師団に回ってくるはずもなく、師団の装備はフランスやポーランドから露飼されたものが多分に含まれていた。6月に腐った納屋解体作戦が始まると、師団は中央軍集団の一員として参加、ミンスク包囲に貢献し、その後はモスクワ攻略に参加、まあ皆さんご存知失敗に終わりますが、損害を補充するために師団は後方に送られ、42年中はスモレンスクとオリョールで反復横飛びしながら無限に湧き出るソ連軍を迎撃。43年7月にクルスクの戦いに参加、南の鎖として突出部に攻撃を仕掛けるが幾曝もしないうちに進軍が止まる。しかしそれも無理はない話で師団は装備も人員も不足していた、なんとサムネの3号戦車はまさにクルスク時のものだという。しかしこれでもまだ優れている方ではあるのだからなんとも。クルスク後はソ連軍の攻撃を師団は迎撃し、年末にようやく休息を得ることができたがそれもつかの間。12月にまたもや大規模攻撃が実施され、ビテプスクで第87歩兵師団が分断される、第20装甲師団はなんとかサンケムの突破口を塞いだが努力むなしくソ連軍は横からすり抜けてくる。だが師団はこれを見てることしかできなかった、師団配下の各中隊には数十名の兵員しか残っていなかった。ドイツ軍戦線は崩壊の危機に瀕したが、脱出した第87歩兵師団の残余と共同しなんとか攻撃を撃退、増援が来るまで約1週間戦線を持ちこたえた。その後もビテプスクでの戦いに従事し、再編成後44年6月にバブルイスクに移動。だがここで師団は包囲されその戦力の大半を喪失。その後ルーマニアに配備されたが兵力が不足したため戦闘には参加できず、本国で訓練を終えた部隊と合流し45年1月にハンガリーに移動。第 4SS 装甲軍団のコンラート作戦をその左翼で援護し、ソ連軍が後方の補給地点を脱しすべく攻撃を開始した際には、前線に駆けつけこれを阻止、だがソ連軍が築いた共闘砲を排除することはできず、師団はハンガリーを離れシモシュレジエンに移動。ここでも防衛線に従事し、3月には上シュレジエンに移動した。4月には最後の大規模攻撃であるバウテンの戦いに参加、当該地域を解放し終戦まで維持することに成功。戦争の終わりが近づくと、一部部隊は米軍に降伏すべく西兵道、たどり着けたが全員ソ連に引き渡された。終わり、平定。